今回は、宿儺おじさん、死にたくないので来栖春ちゃんに色仕掛けに対する読者の反応を紹介していきます。宿儺も猫騙しみたいなことするんだな。伏黒のふりする宿儺に壺ってしまった泡のイケボで放ってどんな気持ちで読んでんだろ。思ってたより宿儺の小物草すごいな。う、色仕掛けはもうツボー。どんな気持ちでこのセリフ言ってのよ。繊細のおっさんが1話から女子供狙ってるの知らないの。呪いの王だからな。人間みたいなこだわりなさそうだし、そりゃ有効ならやるよ。前からドジなとこもあったし、これが宿儺さんなんやで。逆に言えば、順当に行けば天使の術って普通に宿儺に通用するんだってことだよね。肝心のカちゃんがパニック起こしちゃってたけど、通用はするけど、とりあえずここでおしまいにしときますね。で、強制退場が呪術ではよくあるよね。ちゃんと模様も薄くしてるって言われてて、草宿儺おじさんは1話から割と小物草するぞ。ありがとう、もう大丈夫。いや、誰だよ。わろた、いかにも負の感情から生まれた呪霊って感じの悪辣なやり口で、個人的にはむしろ痺れたね。え、宿儺は人間だって。はわは、ご冗談を。残念ながら1話から小物だったんだ。渋谷でなんかたまたまいい感じだっただけで、術式開示よりよっぽどこすい真似だと思うんですよね。これ、裏を返せば面白いから全力でなめくしてやる宣言だよな。そういうつもりで言ってるんだろうけど、呪術廻戦令を見た宿儺さん、1話から女と子供は、って宿儺おじさんめちゃくちゃ小物草してたぞ。比叡みたいに変わるかと思ったけど、そんなことはなかったぜ。天使が強いのもだけど、宿儺が伏黒いって少し弱体化したのもあると思うのよね。今週の描写見てると、火山に無傷勝ちはできそうにない。絶望的に強いくせに脳筋じゃなくて騙し刀も平気で使える。老海さ持ちとかどうやったら勝てるのさ。計画の時みたい。やっぱり演技派だ。花が個人的に一番好き。それは天使のセリフだろ。草、クロコダイルの冥王レイリーの名が出た、とかドフラミンゴのうわー、波の風評被害で草、マヒトと並んでゲラゲラできるクソ野郎だぞ。一話の小物草が帰ってきたな。なんか天才みたいなもんとか、本人も自分を人間と思ってたかわからないとか言われてたから、なんとなく超然的な印象になっちゃってたけど、そういや女子供がどうこう言ってましたね。ありがとう、もう大丈夫。おじさん興奮。よっぱる、思い出したでからもう平気や。偉いべっぴんさんになったな。からこれで騙されてくれなかったらめちゃくちゃ恥ずかしいよな。ごめん、ほんとむちゃくちゃ笑ったわ。まあ気にしないで、そもそも悪に走る時点でこっすい小物なのはわかりきっていましたから。マジのガチで天使にビビってたの？天使に力負けしそうだったり、案外小物に多いというか、なんというか、まあ主人公たちは完封されたんですけどね。これまでで一番ダメージ食らってるよね。宿儺ロミトラで七切り抜けようとするのはマジで草。メロンパンはどんな目にあっても悲鳴なんかあげませんでしたけど、この後ハニトラとか宿儺さん、いや、これができてしまうからこそ呪いの王なんだろうね。めちゃくちゃ聞いてて草。宿儺の悲鳴。宿儺が攻撃受けて絶叫してると思うとクソ笑える。劇中初じゃない？宿儺の苦しむ姿、花が伏黒に惚れてなかったらラッパでワンチャン殺されたかな。マジだった。相性ゲーなのはもちろんだけど、それでも宿儺を倒せる可能性を持つ奴がいたっていうのは、今までの宿儺の絶対的にどうしようもない存在感を薄めてくれて、個人的に今後の展開にちょっと希望を持てた。過去形やめろ。女の子相手に悲鳴あげてるすっくんう。バカみたいな悲鳴で草、それだけヤバい状況だったんだろうが。天使と出会ってからずっと大ピンチだったと思うと可愛い。ダメージはあるんだろうけど、叫んでるのは演技なんだろうな。叫ぶ演技する必要ないし、本当に痛くて叫んでるんだろ。呪いの王渾身の色仕掛け。これで面が良いから困りましたね。ここはしっかり騙される花まで含めて様式美というか、一連のコントを見ているかのような満足感があった。猫王道から逃げない。メキャメキャな宿儺が一番ダメージ食ってるけど、その前の光を浴びて灰になる前の吸血鬼みたいな宿儺もじわじわ来る。なんかネタキャラ感出てきたなう。宿儺さんバカ強くて言葉回しも知性感じるけど、性格は究極の自己中っていう小物やぞ。1話でそういえばチンピラムーブしてたな、と思い出したわ。宿儺さん割と茶目っ気あるからな。次回クルスめぐみはそんなこと言わない。サイドやコブのはしごバリバリ宿儺ホラーみたいな展開もなきにしも。この演技、何を参考にしたのかが気になってる。宿儺の色仕掛けって字面がもう面白い。イタドリの影響でサブカルに精通した宿儺伏黒の顔面にクブ。内田ユーマはいけるやろ。
器の良さを最大限活かすスクナさん、さすがやで。アニメで声ついたらめちゃめちゃ面白そうなので早く見たすぎる。セリフもそうだけど、この儚げなイケメン表情よ、伏黒の脳みそからこういう状況での振る舞いを参照したのか、もともと自分でこういうのをやってたのか、私気になります。伏黒はあんな優しげな顔をした経験ないだろうな。まあ今宿儺の中で曇ってる最中だと思うんですがね、物資念のためにさらに心を折るのも兼ねてるんだと思われ、父親ひもの振る舞いを参考にしたんだろうな。天使は術式の無力化だけかと思ってたけど、クソ強いな。あの術式は呪物で呪肉してる奴に対する特攻ダメって感じなんかね。イメージだけど呪霊が反転術式ぶち込まれたら即死みたいな感じだと思ってた。平安時代に誰一人勝てなかったのはこういうとこもあるんだろうなって。ただ戦闘力が強いだけじゃなく人心掌握にも長けているのは強者の風格を感じる。ヤバかったら無言で逃げ出す無惨様もそうだけど、強くて傲慢なのに手段を選ばない敵は厄介すぎる。宿儺が今後どんな集大さらしても持ち上げてそう。板取りの中から観察していたとはいえ、一発で弱点カンパしてつけ込むあたり、さすが悪意の塊だけのことはある。まだまだ宿儺も本気出してないんだろうけど、弱点が見えてきて以前ほどの脅威は感じなくなったな。まあ弾丸猫の手のひらのうちかもしれないけど、ヌエガモスラみたいになるほどの別格感と、大ダメージ受けて絶叫からの湖水演技を見れたからはの落差が凄まじかったな。スレガの駒も余裕ありありなので芝居しなくても乗り切れたように思える。それでも宿儺はあえてこういうことやる悪辣さがある。プライドは高いんだけど、それが選択肢を狭めないんだよな、こいつ。まああいつはできるなら一番相手を嘲笑える方法を選ぶよね。大悪党って感じの大物ムーブもすればこういう証拠すいても使うってのがいかにも呪いって感じで好き。この時春がは？私の恵みはそんなこと言わないって言ってたら容赦みたいな気まずい空気流れてたのかな。こんな演技じゃ騙されてくれないかうみたいな感じのをイメージしてる。それはそれでゲラゲラ笑いそう。わざわざそんなこと言うあたり聞いてるって判断してもっと証拠すいことするぞ。上後の尾が当たればただでは済まないらしいから、そのくらいの実力があればダメージは入るみたい。そのくらい特級呪霊でもトップクラスの火力。言うて耐久の上限は見えたから、つくものボンバイエなら確実にダメージは通るし、攻撃に集中できればそのまま押し切れるはず。そんな状況にどうやって持ち込むかって。さあセルとかキサラギザエモンとかボンクレイも同じようなことやってたし、上裸の恵みにほだされない天使がいるだろうか。いやいない範を本人覚えてないのに思い出せるのなんかすごいと思う。こいつには小物臭さ全開で惨めったらしく、死んでほしい気持ちと大物然とした態度のまま死んでほしい気持ちの両方があって、とても複雑な気分。あれ？もしかしてこいつラスボスじゃないのかな？って思ったくらいにはここの剣の宿儺小物だった。それはさすがにない。術式はともかくフィジカルは板取りの身体って戦ってた時より弱体化してそうな気がするんよね。まあそれでも板取りと違って自由に動けるってだけでお釣りが来るんだろうけど。なお唖然としてたとはいえ、板取りがガード取れないほどのパンチを繰り出す。普通に伏黒のふりしてつけ込むくらいやるだろうと思ってたわ。意外に思ってる人が割と多くて驚いてる。小物草がどうのって言ってるけど、純平の剣でゲラゲラやってた。ド直球な弱タイプだし、意外でもなくない？ド直球な弱タイプだけど弱みにつけ込むようなことする必要ないくらい圧倒的な暴力でねじ伏せてきてるの見てたからな。やるとしても余裕な場面で煽るためにだと思ってたから、死にかけてやるのは意外だった。